高橋義時、高橋義時、高橋義時、明和元年11月30日、1764年12月22日、今日は4年1月5日、1804年2月15日は、江戸時代後期の天文学者。天文方に任命され、完成歴への改歴作業において、相田重富と共に、中心的な役割を果たした。また、 井上忠敬の死としても知られる。子に、天文学者で、井上忠敬の没後、第二本宴会四字前図を完成させた、高橋景康、天保改歴を主導した、渋川圭介がいる。明和元年、1764年、大阪定番同心の家に生まれた。字は思春、豪和、東高、売店。通称作材門。安永七年。 1778年15歳の時、父である、高橋徳次郎元助の後を継いで、大阪定番同心となった。天命4年、1784年、同心長田元左衛門の清志の娘である、心差しつとむ、締めと結婚した。翌年に、影康、2年後に、圭介が生まれ、その後にさらに3人の子を設けた。 幼い頃から産学に興味を持っていた義時は、天明6年、1786年頃、松岡のを市に産学を学んだ。そして歴学を学ぶため、天明7年、1787年、浅田合流に指示した。当時の日本の暦は、法歴歴を用いていたが、この暦は、制度が悪く、法歴13年、1763年に起きた。 日食の予報を外してしまっていた。一方でこの日食は、在野の複数の天文家によって事前に予測されていて、その中の一人が、浅田豪流であった。豪流は、その後、中国や西洋の天文学を読み解いた上で、さらに自らの理論も加味した、独自の小読み、自中歴、自中法を作成し、高い精度を誇っていたため、当時の人々の間で評判が高かった。 義時は、この、合流の下で、同じ頃に入門した、相田重富と共に、天文学、歴学を学んだ。その熱心さは、義時の家が火事で全焼した翌日にも、焼け跡で、合流や重富と歴学の議論を行うほどであった。当時義時らが歴学を学ぶ際に参考に、していたのは、樹脂歴や状況歴などの日本、中国の歴法、及び、歴三全書、 天魚あるもんといった書き物だった。そしてその中でも重要視されたのが、歴象構成上下編であった。歴象構成上下編は、何国宗、梅柄奈良によって編纂された、西洋の天文学をまとめた書で、天体の運動については、ティコブラーエによる、円軌道を基軸としている。ところが、その後、アイダシュケトミは新たに、歴象構成後編を入手した。 本書は署名こそ同じ歴史を構成であるが、著者も内容も異なるため、実質的には上下編とは別の書である。歴史を構成後編では、太陽と月の運動を円軌道ではなく、ヨハネス・ケプラーの唱えた楕円軌道で説明していた。この理論は当時の日本人にとっては革新的であり、かつ難解でもあったが、吉時は、五王流、重富と共に取り組んだ。 研究の結果、この理論を習得することができた。こうして、義時らの天文学の知識は、当時の日本では他を抜きんでたものになってゆき、その評判は広く知られるようになっていった。完成7年、1795年、義時は、茂富と共に、幕府から、改歴を行うための出布を命じられた。義時は、同年4月に、江戸へ赴任し、 四月二十八日に測量ご用手伝い、十一月十四日に幕府天文方となった。一方で、十月には妻の心勤が二十九歳で死去した。心勤は、下級武士で発級だった時代の義時を支え、家計をやりくりしながら義時の観測道具代を念出しており、その両妻ぶりは後の世にも知られるようになる。義時は、この後再婚することはなかった。 完成8年1796年に義時は正式に改歴の命を受けた。そして9月に江戸を出て10月からは京都にて観測及び改歴作業に当たった。これは当時の改歴は京都の土見家家が形式的な責任者となっているため改歴作業には土見家家の協力と承認が必要だったためである。 海力にあたっての資料としては、歴象構成後編を活用したが、同書には、太陽系の5惑星、水星、金星、火星、木星、土星の運動についての記述がなかったため、それらについては、歴象構成上下編を参考にした。また加えて、浅田合流によって理論付けられた、象徴法、太陽などの運動が年月を経るごとに少しずつ、 変化してゆくという説も採用した。完成9年1797年10月、歴法新書発刊が提出され、吉時らは改歴作業を終えた。この新歴は完成歴と名付けられ、完成10年1798年より施行された。完成歴は実質的に吉時と重富の二人が中心となって作った暦で、あるが二人は、 天文方となってから日が浅かったため、他の天文方、あるいは土見かどけや恩苗等らとの見解と折り合いをつけなければなず、義時らの理論が十分に活かされなかった部分もあった。改歴のために江戸に向かった数ヶ月後、義時のもとに井上忠敬が弟子入りを求めて訪れた。義時は19歳年上の忠敬に歴史学や天文学を教えた。 義時は毎日天体観測に熱を入れる忠だを水保先生と呼んだ。忠だは井戸一度に相当する四五千個長を求めることに興味を持ち、それは義時の関心事でもあった詳細は後日。忠だは深川の自宅から浅草の天文台までの距離を歩いて測量しその値をもとに大金地を求めたが、義時は そのような短い距離で求めても意味がないと応じた。そして、正確な値を求めるならば、江戸から江戸ぐらいまでの距離が必要だと述べた。このことがきっかけとなり、ただたかの江戸測量が行われ、さらにその後の日本全国の測量へとつながった。義時は、江戸地測量にあたって幕府に許可を得たり、測量中に問題が起こった時にはただたかに助言を与えたりするなど、 測量事業を支援した。改暦のために在京していた時から、吉時の健康状態は優れず、たびたび激しい咳をしていた。改暦後も、咳は持病であると、自ら称していて、体調の悪い日は外出できず、時には10日間伏せっていたこともあった。現在では、この頃から吉時は結核を患っていたと、推定されている。 このような状態であったが、改歴を成し遂げた、義時の評判はますます高まり、幕府からの信頼も厚くなった。そのため義時は、改歴を司る土御門家とのやり取りや、その他の雑務に追われるようになった。さらに、前述のように、完成歴は義時にとって、満足の行くものではなかったため、歴学の研究も続けた。今日は2年、1802年に起こった日食では、 完成歴と十五部のズレが生じた。このことを、吉時は、残念があり、完成歴の改良に向けて、天体観測にも力を注いだ。病気がちの中、時には徹夜して、研究を続ける吉時に対し、相田重富は、あなたの身には、歴学の後輩がかかっているのだから、病気の時は、休養に専念するようにとの手紙を送っている。翌今日は三年、千八百三年には、 体調は回復し、全回とも言える状態になった。義時は、前の両宅や芝交換だと交流し、研究のために、西洋の天文書を入手しようとしていたが、専門的な書物の入手には至らないでいた。しかし、今日は三年、1803年、若年寄りの堀田正厚から、ジェローム・ラ・ランドが表した、天文書、ラ・ランデ歴書を渡され、調査を命じられることになった。 これを手にした義時は、ミニガエ記書に、して生つまびらか、なることたにひ、すへきなしと、同書のすぐれていることにすぐさま気づいた。さらに、この書を読み解けば、歴書構成後編には記されていなかったご惑星の運動などについても理解することができると感じ、解読に努めた。ラランデ歴書は、個人の所有物であったため、十数日後に所有者のもとへと戻された。 しかし、義時は幕府に対し、道書を買い上げる様子よう強く求め、道書は7月に、義時を含む幕府の天文家た3名にかふれた。義時は日夜研究を続け、ラランデ歴書をもとにして、自らの見解を書き加えた、ラランデ歴書関係の執筆に取り組んだ。この期間に残した、研究のための広報は、およそ2000ページ、船長にもなる。しかし、新職を忘れるほど、 熱心に注ぎ込んだ研究は、一旦回復傾向に向かっていた、義時の体調を、再び悪化させた。そして、ラランデ歴書を手にした、半年後の文化元年、1804年に死去した。去年41、遺体は、上野の元空寺に葬られている。義時の死後、ラランデ歴書の研究は、天文方によって続けられ、文政9年、1826年。 新し匠歴書としてまとめられた。新し匠歴書の編集にあたっては、吉時のラランデ歴書関係も参考にされた。井上忠敬は、吉時の死後も測量を続け、日本全国の測量事業を完了させた。忠敬はその後の文政元年、1818 18年、測量後の地図作成作業の途中で亡くなった。遺言で忠敬は、 死である義時のそばに葬ってほしいとの言葉を残したため、元空寺に義時と隣り合って、墓石が置かれている。義時の長男である影安は、義時の死後、後継として天文方に任命された。そして、ラランデ歴書の翻訳事業や忠敬の測量事業にも、関わったが、シーボルト事件により、文政十二年、1829年に国死し、 次男の圭介は、天文方として、新した組歴書の編集に関わり、その新した組歴書をもとにした、天保歴の作成にあたっても、中心的な役割を果たした。吉時には交換された書物はないが、本の形でまとめられた著作は多く残している。この他に、渋川圭介の残した目録に、署名が確認されている吉時の著作がいくつか存在するが、 それらの実物は発見されていない。義時は西洋の天文学の習得に積極的に努めた詳細は口実。しかし西洋の理論をそのまま取り入れるだけでなく誤りだと感じた箇所は自らの手で修正を行うなど批判的な精神を持ち合わせていた。西洋天文学に対する理解度は優れていて、 ラランデ歴書関係の内容も概ね間違いはないと言われている。ただし、高校差については、ラランデ歴書関係で一冊を追やして、解読に努めた、光の速度という概念がつかめず、理解には及んでいない。また、ラランデ歴書の力学的な部分は、吉時の関心の対象外であったため、ラランデ歴書関係では取り上げられていない。また、 オランダ語の学力はなかったとされていて、並んで歴書関係にも、ヨラン号、チ、ラズ、コニカイ、シガタシといった記述が見られる。入手した蘭書は図や数式から読み解いていったものと考えられている。西洋天文学を学ぶ一方で、樹児歴などの昔からの歴学や天文記録もおろそかにしなかった。諸学者にはまず樹児歴を学ばせ、そこから、 歴史上構成上下編、歴史上構成後編と順を追って学ばせる方式を取っていた。そして、十字歴には誤りもあるが、だからといって、それを捨て去ることは、先見を別視するにも、至りることだと記した。死である、浅田合流の影響も大きく、完成の改歴においても、合流が作り上げた象徴法を、他の天文家との反対を押し切って取り入れた。さらに、 小徴法を独自に発展させ、トレピデーション、採差の周期が変化するという説。ティコブラーエによって否定されたなどを使用して、小徴法を説明した。吉時は、小徴法は、西洋の天文学にもない理論で我々はこれを誇るべきだと称えたが、実際のところ、この小徴法は、古代の精度の悪い観測値などをよりどころとしていて、吉時の死後には、 象徴法がない方が小読みとして正確になるとの批判が多くなってきた。そのため、次の天法歴では、象徴法は取り入れられなかった。ヨ時は、著作、像を治む象徴法や、新州補正法及び図説において、西洋では、天の中心は地球ではなく太陽であるという説があると述べ、地動説を取り上げた。そして、地球は地軸を傾けて自転し、 その上で太陽の周りを一年かけて降転していることも記述しており、このことから義時は地動説の基本的な概念は理解していたと考えられる。義時は地動説だと天体の運動がシンプルに記述できると評価した。さらに天動説に則っ,って書かれた当時の中国の歴史書、数帝歴書では夜空に見える恒星は再差運動をしていると書かれたが、 ヨシトキはこれに疑問を抱き、地球の方が動いていると考えれば、全天数万の構成全てをわざわざ動かす必要はなくなると記した。しかしヨシトキは、結局、地動説を自らの惑星運動論に取り入れることはしなかった。新州補正法及び図説では、地球は不動で太陽や他の惑星が地球の周りを公転するという、 エトレマイオスの天動説に基づいた上で、地球以外の惑星については、さらに太陽の公転半径軌道と同じ大きさの終点円を設けるという独自の理論によって、惑星の運動を説明した。また、その新集五星法及び図説の第二項では、惑星の運動は、ティコブラーへの理論、地球を中心に太陽が交転し、その太陽の周りを地球以外の惑星が交転するを、 採用している。義時が、地動説を採用しなかった理由について、新集語正法及び図説では、地動説を採用すると人の議会を招くからだと、説明されている。義時はボイスが書いた、ウォールデンブツク、及び、ラランドの、ラランデ歴史を読み、地球が完全な球体ではなく、南北方向に潰れた平田球形であることを知った。どちらの書を先に読んだかは定かではないが、 ボイスの書が先ではないかと推定されている。ウォールデンブツクには、右表のような、各々の井緯度における、緯度一度に当たる距離の違いが掲げられており、これは、吉時の著書、ダランデ歴書関係にも引用されている。吉時はこの表を見て、緯度一度の距離が、場所によって異なることを知り、このことから地球が完全な球形でないことに気づいた、ものと考えられている。 そして後に、ラランデ歴書を読むことによって、正確にそのことを認識したと思われる。吉時は、ラランデ歴書関係において、地球派深淵、にあらずして派、楕円の形なり、その、形地東在地を苦北端子と記した。地球が完全な休憩でないことを認識し、記述したのは、日本では吉時が、初めてと言われている。また、ウォールデンブツクでは、右表のように、 赤道直下の値を60マイルとしているが、これに対して義時は60里となしたる派、恐れ楽派語尾ならん。理をもって、これを論ずれば、両極下派王にして、赤道下派師匠なりと指摘した。義時の指摘は正しく、実際にウォールデンブツクの60マイルという数値は誤りである。義時は自らの手で計算し、 赤道直下の緯度1度は59.479に当たると記述した、実際の数値は59.49。吉時は、里さ、経度差の問題に関心を持っていた。歴史上構成後編などの歴史書は、北京の経度、緯度を基準にして作られているため、これをそのまま使用すると、日本での観測地とずれが生じてまう。 そのため北京から京都内市は江戸までの距離を求めて修正を行わなければならないが、当時はこの距離が正確に分かっていなかった。距離を求めるには、両地点での経度、緯度を元にして計算を行う必要がある。しかし、緯度一度の四五千古帳の値も当時は明らかでなかった。そこで、井上忠隆は測量を通じて緯度一度の距離を求め、 二十八点二里という結果を得た。しかし、義時は土地には高低差があるため、測量では正確な値は決まらないと考え、ただたの測定値に信頼を置かなかった。また、ただたの測量では他の測定箇所では二十八点二里前後であったのに、対し、江戸から宇都宮の区間までの測定値は二十七点五里であった。ただたは、この区間は、 測量器具による誤差の影響があったためだと考えた。しかし、吉時は、江戸から宇都宮まではほぼ平坦な土地であるから、こちらの測定値の方が、実際の値に近いのではないかと疑問を持った。後年、吉時は、ラは、並んで歴史にて、井戸一度は25リーグで、一リーグは2283とワーズであるという、記述を見た。ヨ時はさらに同書に載っていた、パイド、ステイリ、 シュリードといった単位を利用して換算を行い、1とワーズは日本でいう6尺4寸2分に当たると計算した。すなわち、これをもとに井戸の算出を行うと、1里は36丁で、1丁が60件、1件が6尺なので、従ってとなる。こうしてヨシトキは、ただたかの測量値が並んで歴書の値とほぼ一致することを確かめた。 ヨシトキは著書、新五星正法及び図説において、自らが行った観測結果から惑星の公転周期を計算した。そして、公転周期の事情と軌道半径の三乗の比が一定になるという法則、つまりいわゆるケプラーの第三法則を利用して惑星の軌道半径を計算した。ヨシトキはこの法則を合流から学んでいる。この値を、 西洋の書き物であるアールド・ゴローツ、ヨハン・リリュース・チおよ及びナチュル・キュンでベンヤミン・マルチンチョに載っている値と比較するとわずかなズレが見られた。ヨシトキはこのズレは1年という単位が違うためではないかと考えた。つまりヨシトキは1年を太陽が地球の周りを公転する周期、太陽年で計算したが西洋書は地球から見た構成が 同じ位置に来るまでの時間、厚生年を1年として計算していると判断したのである。そして実際に厚生年をもとに再び計算を行うと西洋の書物の値とほぼ一致し、合流や吉時自らの理論の正しいことが確かめられた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。